めいやゲームズ。どうもめいやです。どうもめっちです。さあ、ついにドラゴンクエストライバルズリリースされたんで、来ましたね。まずガチャ動画から撮ろうかなと思って、はいはいはい、レジェンドデア確定。はい、これはもう最初にもらいましたね。そう、これでね、いいね。まず、まあ、リゼマラ僕する予定はなかったんで、うんうんうん、まあ欲しいカードここで狙いたいですね。行きましょう。はい、まあ、どのぐらいの、まあ、これは確定で出るんで、まあそうですね、他のがどのぐらいの確率で出るのかっていうのを、はい、まあ、皆さんに見ていただければと思いまして。しょ、何が欲しいですか。え、って待って、これ、お、ミレイユ。お、まあミレイユいいですね。なるほどね。悪くないです。はいはい、あの占い師の中でも相当強いカードなんで、うん、占い師の冒険者カード。そうですね。はいはいはい、なるほど、強い。はい、行きましょう。はい、ではこちら、ここからですね、本番は。ここからです。はい、とりあえずパ、あのチケットから買います。はい、はい、行け。なんかあれだったよね、金とかなかったっけ。金だったんですけど、今多分白になってますね、この裏が。ほら、あー、これが、はいはいはい、星1だった、ね、なるほどね。お、めっちゃ多いよ。え、めっちゃ多い。これが金に変わる可能性もあるでしょ。はいはい、はい、あー、多くか、はい、なるほど、なるほどね。で、変わりましたね、ガチャの演出。確かに。お、これも多いじゃないですか。光ってたら星1以上ってことだったかな。そうですね。ほうほうほう。とりあえずレジェンド欲しいな。レジェンド行きたいね。30パック の、うん、あの救済措置があるので、はい、お、ギガスラッシュのプレミアですね。プレミア、レジェンド出ないっすね。これあれでしょ、そのうちデッキ全部プレミアにするみたいな、なんか人はやりだすよね。はい、キラーマシーン、プレミアの生成はできないんで。そうだよね、それはかなり厳しい。それはもう引くしかないからね。うん、まあどんどんと。はい、いや出ないね。うん、レジェンド欲しいんだけど。レジェンド欲しいね、さすがに。いやいや、厳しいよ。なかなか渋いっすよこれ。ラスト。おお、あ、なるほど、なるほどね。はい、まあレジェンド出ずと、星3レアはなしと。とりあえずじゃあ1パック半額で買えますか。いきましょうか。とりあえず3万突っ込みました。なんつくのはデッキ組めんだろうと思ったんだけど、うん、甘かったかな。どうだろう、ここ、1パックじゃこんなもんすよね。まあまあまあ、はい、こっからっすね。はい、ゴールドで、はい、もらえるんで、6パック、まずはゴールド、はい、6パック、すっ、ちょ、マジで出ないな。ちょ、マジで出ないな。え、やばいね。やばいな。これ、レジェンドマジで出、え、使いたいレジェンド全く使えない可能性がある。あるね。出ないよ。え、やばい。これ、リセムラしといた方がよかったのかもしれない。なんか、演出変わったから、ちょっと分かりにくいですね。え、ちょ、待って。この上、熱いんじゃない。ああ。リセマラ した方が良かったパターンあるな。やばいぞ、やばいぞ、やばいね。ちょっとやばいっす、マジで。マジで出ないぞ。はい、まあでもこれね、僕ね、まあ、あの相当引けるんで。そうだね、こっからだね。100パック、めっちゃ引けるな。100パックちょいぐらい引けるんで、そこでなんとかしましょう。頼むぜ。皆さんにいろんなデッキをお届けするためにも、そうですね、なんとしてでも引いておきたい。マジ？まだわかんないよ。マジっすか？マジ？メタルキング。星2ですらちょっともう出ないっすよね。ラッキーみたいな感じになってる。うん、先行劣化来ましたね。来た。これ特技になったってこと？違います違います。必殺技です。あ、違う違う。え、ちょっと待って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 。やばいね。3枚。やばいな、これ。え、マジでやばい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 、マジでちょっと待って、パフパフ。え、ちょっと待って、マジでやばいって、これちょっとスッス行き過ぎてる説あるよ、これ。いや、こんなもんでしょう、カードパックなんて。来い。もう、マジか。プレミア
え、レジェンド1枚もう今10パック終わり ?10 パック終わりです。これはやばいな。これやばい。30パックの、あれがうなずける。うん。救済措置がうなずける。黄金の爪。頼む、マジで。いや、マジか。マジで?え、ちょ、これ待って、これ。これはやばいぞ。あ、来た。これね。いや、ハッサンかー。ハッサン。ハッサンはね、無糖化ですよね。微妙なラインですね。欲しいかと言われると、そんなに欲しくない。確かに、他の欲しいカードがまだいっぱいありますね。どうする?え、全部光ってない？これなんかありそうじゃない？全部欲しい地図。何回?何もあるわけないでしょ。はい!やばい、今のところハッサン、ハッサンしか。あれ、救済措置なんじゃないかな。プレミア1に生きてる。マジ?こうやって29パックとかでさ、うん、29パックとかでさ救済措置来たらかなりなえるよね。ああ、30の間に来るってこと。そうそうそう。3パック引きますか。いきますか。いやーちょっと待って待って、これ結構ね、いや怖いね、渋いっすよこれは。いくらなんでもじゃないですか。いやまずいよ、俺デッキ何も組めないよこんなんじゃ。かろうじて今武闘家が組めるんじゃないかっていう状態。いや組めないっすよハッサンなんかって、はい、あんなんですよ。共通カード一枚もないっすもん。確かに。え、ちょっと待って、さすがに渋くないか。こっから100パック分ありますから。まだこれマジでやばい。これやばいね。これやばい。もうなんか苦しいもん、うん、いや俺今どう反応すればいいのっていう状況。30パックの救済措置ってそんなに出さないつもりかよって思ってたんですけど、うん、そんなつもりでしたね。その通りでしたね。いやこれはやばいでしょ。これやばいね、うん、ちょっとこれは30で救済うなずけるやつですか。いやもっと10とかで救済してもいい気もしますけど。だって普通にやばくないですか。いややばい今のところ。後ろであれかもしれない、確率を収束してくるかもしれないけど。本当にやばいでしょ。やばいでしょこれ。やばいよマジで。ハッサーしか引いてない。いや本当にそうだよ。あと100パック。あと100っすね。え、マジ?マジできついな、これ。やばいね。うん、今のところ、ハッサンだけ。そうです。あと、ね、まあ、確定のミレイぐらいです。はいはいはい。冒険者が2人揃っている状況。結構、なんか僕、慣れてきましたね。いやいやいや。え、確定分しかこれ、レジェンド引けないこれ、やばいね。やばくないですか今のままだと。本当にやばい。え、だって俺何もデッキ組めないよ本当に。そうですよ今のままだと、あのプレイでどうこうするの、うん、もっと以前の話になっちゃってて、うん、組めなくなってきてますね。プレミアカードがいいからレジェンド出てくんねえから。逆に俺プレミア結構出るなっていうところにびっくりしてますよ、うん、マジかな。とさすがに来い。いや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 渋いよ。いや、やばいぞ。まあ、1デッキにレジェンド1枚しか入れらんないんで、同じレジェンド1枚しか入れらんないんで、はい、あこれ多分確定分、これが救済分ですか。グラゴス、グラゴス、ね、グラゴス強いんで、はいはいはい、はい、これはいいでしょう。やっと2枚目。まだこっから、こっからつらいつらい。俺何枚当てられるんだろうな。分かんない。最終的にはあと2枚は確定で出るんですよ、はいはい、救済考えると。なるほどね。あと2枚しかレジェンドもらえないのかなって考えると結構なんか俺悲しくなってきたですね。ベータテストの時もうちょい出たんだけど、ね、はいはいはい。これ金じゃないといけないから最初のところやっぱり多分そうだね。金昇格も今のところ来てないんで、うん、もう後ろの光が金だったらって感じですか、ね、を狙うしかないのかな。ドラゴンゾンビ
来ないよ。俺もなんかもう悲しく悲しくてもうなんかもう逆に笑えてきた、ね、なんかもうどうでもよくなってきちゃった。こんな出ないの。いやこれちょっと出な、ちょっとこれ出なさすぎな気がするんですけどね。僕の引きはしない。あ、来ました、ね、バルダックへ貫通。まあ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 、なるほど、オッケーオッケー。3枚目。はい、4枚目か。そうだ、4だね。確定入れたら4。やっぱりこっからあれかもしれない、流れ来てる、うん、10パックに1枚ぐらいは出てくるぐらいの感じであってほしい。俺こんなもう無の境地って感じですね。ちなみにさっき出たバルザックは、はい、あれ昇格だった、昇格だったっぽいよね、うん、多分最初なかったよね、うん、つまりまだ分かんないぞということですよ。これも、うん、多いよ。ランプの魔人。まあ最低でも星2が出てくればいいんですよ。うんうんうん、あ、いいっす。星2が出るんだったらまだいいんですよ。はいはいはい。あの崩せばそうっすね、ジェムになるんで、まあこれもいいっすね。エクスライムと。星1だけ。うん。やたらと白く光ってるのが多いのに星1だけなのはマジで勘弁してるし、はい。確かに。いや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 。共通カードをまずどんどん。あれだよね、持っときたいよね。そうなんだよ。とりあえずバル、あの今欲しいカードがマジ1枚もない、来てないです、まあ、グラコスはまあありですけどはいはいはい、できればドラゴンガイアとかそこら辺のカードね。パフパフ。なんかこれ本当に、うん、僕は最初は、はい、気軽な気持ちでやってたんですよ。はいはいはい、後から生成すればいいやみたいな、ね、いらないレジェンド。結構そんな感じだったよね、うん、でもこれ本気で狙わないとこれ結構資産的にやばいですね、うん、結構やばいかもしれない、はい、多いよ多いよ。カラクリ将軍多いよ。お願いします。ボフ頼む。このね星1だけのやつ。お、あ、違う、俺もちょっと思ったわ。マネマネ。で、まあまあ2枚出たんで、はいはいはい、星2が出たんで頼む。来い。もう集中して引くことにしましょう。そうだね、うん、こっからちょっとマジで気合い入れてこ。はい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 、やりがち、みんなやりがちなやつこれ。全部星1やな。多いよ、4枚あるよ、チャンス。はい、うわ、おい、グラコス1枚しか使えないんだよな。グラコスここで同じ枠を狙ってしまう。この渋い状況での同じのはちょっと、いや痛いっすね。痛いね。はいはいはい、これ30パックで1枚確定ってことなのかな。出なかったら確定なのかな。ああどうなんだろう。30パックで1枚確定なんだったらなんか割と今のところ確定枠な気もするんですけど、はい、確かに。いやそこかぶるか、かぶりちょっと厳しいですね。お、来た。お、お、よっ、ない、今見た、ドルマゲス、ガボとドルマゲスいた。とガボか、はい、すげえ、おいしょおいしょおいしょ、いいね、これはいい、取り返した、これちょっと取り返しましたね。取り返してんのか分かんないですけど確かに、まあまあまあいい、まあよかった、はいはいはい、よかったよかった、あの悪いことだけじゃなかったですね。はい、いいよ、呼吸が止まるかと思った。ここから流れ来てるから行きましょう。バタボー、ゴールデンスライム、ドラゴンガイア、ゾーマ、そこら辺狙っていきたいです。なるほどね。おい、お、来た、おっ、来た、おっ、ゼロドラゴンか、なるほど、いいんですけど、うん、まあ、強いんですけど、はい、まあ、ちょっとコストが重いんで、だね、10、なかなか、でもかなり流れ来てますね。だね、はいはいはい、悲しいね、今のはね流れは来てなかったみたいです。流れが
いや来てたんだけど止まっちゃったんじゃないかな。そうっすね。うん。3真空切り。多いよ多いよこれ。はい。やばい。あ、なんか上の熱くない？え、なんで？すげえ光ってそう。ざけんなよ。剣の手入れ普通じゃねえかよ。リアクションの手入れしとけ。やばいぞ、流れが終わったぞ。まあ、同じカードは2枚までなんで、はい、2枚以上は全部分解用になると、まあ そうですね、そう考えると意外に、うん、重なっているカードが多いので、はい、あのジェムはもらえるのかなと思います。なるほどね。それを使ってしっかり錬金石か。はい、これも多いぞ。ありそう。あ、はぐれメタル。プレミアはいらないね。いや厳しいな。渋いぞ渋いぞ。ちょっと待った待った。パパパパパって言っちゃった方がいいかも実は。いや俺さっきこれ止めてる時にすごい良かったんだ。あ、本当？息が、うん、この最初こうパパパって開けて、はい、はいって切ってる時が良かったっす。おちいちしか引いてないけど。はい。プレミア多くない？いらないんですけどね、最初の勝負。プレミアを逆にもう錬金するしかないかもしれない。はい、はい。これ30パックで1枚はちょっと渋くないですかね。ちょっとこれ30パックで1枚はさすがに渋くないですかね。ありそう。あと30パックですね。この中にまあさすがにレジェンドが一枚は確実に来るとあるはず。いや来るか。うるさ。はい、頼む。うるさい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 。俺それやられると多分逆に出ないんですよ。集中できなくて。なんで。俺のペースでやらせてくれ。いや、はい。ずっとお前のペースだわ。お前のペースに持ってかれるって。出んやん。やばい。まあ、でも星に出たのいいっす。あ、グレートドラゴンとか結構強いんで。おお。はい。悪くですね。渋いなぁ。おい。バリかぶるやんけ。バリかぶるやん。まあ、でも売るしかないんで、まあそうですね、あのやつは売りアイテムですね、はい。なんか普通に光ってないやつ昇格しましたね今。だよね。うん。どっからも来る可能性があるということですね。そうですね。びっくり仰天する可能性がどのタイミングでもあると。はい。この OK タイミングなんで。いきます。ラスト20パック。この中の、ドゥルルルルッドゥっていうこのさ、なんか、その落ち着く音楽。で、その横で爆死している自分。そうなんですよね。おーおーおお。もう早速かぶってんじゃないか。爆死している自分がすごい悲しくなってくるな。熱いかもしれない。これあのさっきのゼルドロとか、うん、あの30分の確定枠1だった可能性すらありますからね。ダークマター、バンバンありますね。え、だってこれニューついてるってことは、はい、当たってなかったカードってことですよね。そういうことです。このヒャドが、このヒャドとか、このヒャドがですよ。そうです。サンズクルフの多分プレミアだったんで。ああ、なるほどね。はい。ちょっと待って、いやマジでちょっとマジで そろそろ上がってくれ。そろそろやばいやばいやばい。もう1枚は欲しい。せめてもうあと2枚は欲しい。うん。9パック目。
ちょ、マジで頼む、マジで頼む。え、おいおいおい、気合入れろ。ひどすぎる、ひどすぎる、むごいなこれ。ラスト、むごいぞ、マジでむごいぞこれ。おい、ちょっとラスト、マジでむごいぞこれ。爆死も爆死じゃね。黄金の爪に言うじゃなかったっけ、さっき聞いたか。さっき聞いてました。このプチアーノ見飽きてる。俺もプチアーノ見飽きてるわ。これむごいよ、これやばいぞ、多いよ。なんでそれ1個、いや1個タッチできない時あるんだって。多いぞ、意外と。やべ、気持ち悪くなってきた。これマジでゼルドラド説ある。ゼルドラだと思いますよ。ラスト3、ラスト2。ラスト、渋いよ。あ、レジェンドレアチャージって書いてありますね。え、レジェンドレアチャージって書いてありますね。あ、ほんとだ。 そこを押すとどうなるの。え、多分あと2、あ、今22パックまで来てるから、はいはいはい、あと8パックでレジェンド確定ですよってことです、ね、そういうことか。で、道中にまたレジェンド出たら、はい、あれがリセットって感じなの。そうだと思う。多分そうだよね、ゼロドラドを引いてからの22パック分だったね、はいはい、きっと、きっとクリフト、クソ弱いんですよ。なんだろうね、クソ弱いんですよ、クリフト。あー、なるほどね。はい、あの敵がいないところ死んじゃう時も。はい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 。最後はクリフトとはレジェンドレアチャージ2になっちゃいました。これさ、30パックに1枚は確定とかでいいんじゃないですか。引けなかったら1枚確定ってちょっと悲しいですね。うん、確かに。まあちょっとここからね、分解して、そうですね、はい、欲しいカードを錬金していきながら、はい、やっていくしかないのかなと。これマジ渋いっすよ、結構かぶったしね。うん、まあこんな感じの、はい、ドラゴンクエストライバルズガチャとなりました。はい、はい、よろしければね、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。毎日、はい、ドラゴンクエストライバルズのこれからね上げていくので、はい、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いいたします。それから動画の概要欄ですね、はい、攻略情報など載ってますので、はい、そちらも参考にしてみてください。お願いいたします。またね、バイバイ。